大津市議会は10月29日月曜日、施設常任委員会を開催し、大津市ガス特定運営事業等に係る優先交渉権者の選定について、担当する市の企業局から報告を受けました。平成29年に家庭向けのガスの販売が自由化されたことを受け、大津市ではより効率的で安定的な経営を目指し、市企業局が運営するガス事業の一部の民間活力の導入を進めてきました。これまでガス事業の在り方検討委員会の実施後、有識者らによる審査委員会により応募企業の選定が行われ、その結果、優先交渉権者が大阪ガスが代表を務める共同事業者に決定しました。これを受け、この日の委員会では、選定に至るまでの経緯や選定理由などが説明されました。説明を聞いた委員からは、市民と一番関わりのある料金はどのように変化するのかや、メリットだけではなく、今後想定される課題はどのようなものがあるのかなどの質疑や意見が出されたほか、市企業局からは継続したモニタリングを行うことで、選定事業者の動向を監視することなどが伝えられました。今後は大津市と共同事業体が共同出資会社を設立し、市議会で運営に関する議案の上程、可決されれば、来年4月からの事業開始を予定しています。